クマイナス1スリオン飛行テスト中のスリオン試作機、海クマイナス1スリオンは、韓国航空宇宙産業が国防科学研究所、韓国航空宇宙研究院、ユーロコプターと共同で開発した汎用ヘリコプターである。開発費は1兆2996億ウォンで、54%に当たる6980億ウォンを防衛事業庁、 30%に当たる3927億ウォンを産業資源部、16%に当たる2089億ウォンを国内外の参加企業がそれぞれ分担している。韓国政府はこのヘリコプター開発事業に18万人の雇用創出と7兆から8兆ウォンの産業への波及効果を期待しており、240機を生産予定である2012年より、 本格生産に入っており、構成部品のうち60%を韓国国内で調達している。大韓民国陸軍や韓国警察のほか、民間型や法執行機関向けの派生系を開発予定である。運用に入ってからは80%以上の稼働率を達成している。名称のスリは韓国語で、和紙、オンは100を意味しており、 スリオンはその二つを組み合わせた造語である。スリオン試作機アラスカでテスト中のスリオン、試作機デモ飛行のためグループで離陸したクマイナス1、スリオンは韓国中型ヘリコプター計画に源流を持つ。KMH 計画は2001年から検討が始まった攻撃ヘリと汎用ヘリを一部共用のフレームで同時開発する計画であったが、あまりにも 野心的な計画に大韓民国艦サインが再産性に欠けるとしてことを唱え白紙化された。そのため開発目標を UH-1H と 500MD に変わる輸送ヘリコプターのみとした韓国国産ヘリコプター計画または韓国時期輸送ヘリコプター計画が2005年7月に開始された。2006年6月に会が 防衛事業庁から1.3兆ウォンで開発契約を受注した。計画の遂行にあたって海外の協力企業を公募し、ユーロコプター、アグスタウェストランド、ベルヘリコプターがこれに応じたが、ベルは UH-1Y のライセンス生産案を提出したために選定から漏れ、同様にアグスタウェストランドもオーダムウィンター139の改良系を提案したことにより脱落し、 ユールコプター社が KHP 事業を受注することになった。これにより2006年12月、KHP の開発拠点がソウルの建国大学校内に開設された。2006年7月19日、ゼネラルエレクトリックとサムスンテックウィンガスリオンのための T700、ターボシャフトエンジンを開発する契約を締結した。2007年10月15日、 スリオンのモックアップが公開された。 2007年10月18日、海とユーロコプターは、スリオンの開発を行う合弁会社を設立するという内容の覚書に調印した。この合弁会社の出資比率は海が51%、ユーロコプターが49%で、この合弁会社は、区の輸出事業も担当する。契約により、ユーロコプターは韓国に40名のエンジニアを送り、 開発の技術支援を行うこととなった。2009年7月10日、防衛事業庁は開発中の区について、愛称を公募した、結果、第31師団96連隊所属のイ・ビョンジュン、兵長が応募したスリオンとなったことが公表された。2009年7月31日、試作機が公開され、2010年3月10日には、試作機が初飛行した。 2013年3月28日、防衛事業庁はスリオンの開発完了を発表した。これにより韓国は世界で11番目に自国でヘリコプターを開発した国となった。試験においては4機の試作機を使用して、アビオニクス、MEP、基本性能などの合計275項目とおよそ2700時間分の飛行試験を実施したとされる。また、 2012年に数多くの韓国メディアが極端な寒冷気象条件での作戦行動能力について疑問を呈したことから氷点下接種32度未満の周囲温度環境における区の行動能力を検証するために2012年12月24日から2013年2月7日にかけてアラスカで約50回の飛行テストを実施し 合計121項目に及ぶ低温テストをクリアした。2015年1月19日、韓国海兵隊向けの水陸両用型スリオンが初飛行した。2015年9月11日、機体内部に計6つの燃料タンクを搭載して、航続距離を1.6倍に増やした派生型が、竹島との往復に成功した。2016年1月30日、 クメデバクが初飛行試験を実施し、成功した。2018年7月17日、派生型のマリンオンが、歩行で墜落。海兵隊5人が死亡。フランス製のローターマストの不具合が原因と、見られている。ユーロコプターの技術支援を受けているため外形の、各所に AS332 シュペルピューマや EC155、同品のと類似が指摘されているが、 そう点も多い。スリオンのために開発された新しいシステムの多くは、ユーロコプターのマリグナネ工場のプーマ場でテストされている。会は、設計面において、リアルタイムで試作品の生産や設計を進める、コンピュータシステムや T-50 に適用された、コンカレントエンジニアリング設計技術を適用する、ことにより、通常10年かかるとされる。 ヘリコプターの開発をより短い期間で達成したとしている。燃料タンクの数は基本型で4機、警察向けノックマイナス 1P で5機で、基本型の最大航続距離は 480km。最大で陸重量は8.7トン、寸法は全長 15m、幅 2m、高さ 4.5m で、2人のパイロットに加え、完全武装の兵士9人を乗せられる。 機体にはハムズセンサーが装備されており、飛行の際にかかる負荷データを収集、記録する。そのデータを地上のコンピュータに取り込んで管理することで、より正確な構造管理、寿命管理を行える。エンジンとしては UH-60 でも採用されて、実績のあるゼネラルエレクトリック T700 から 701D の派生型 T700ST-701K を2機。 搭載している。このエンジンは、サムスンテックウィンにより供給されており、T700 系列で初となる、リアドライブ形式である。701K は 701D と共通のコア、高効率20反転パワータービン、新しいファデックシステムを備え、出力は 1600SHP である。コックピットは完全なグラスコックピットで4機の多機能ディスプレイが装備されており、 エルビットシステムズのアンビス HUD-24 ヘルメットマウントディスプレイの運用も可能である。防御面ではコックピットとフレームは 7.62mm の機銃弾、燃料タンクは 12.7mm または 14.5mm の機銃弾に耐えられるよう装甲が施されているほか、広く使用されているアン R-60 マイルズミサイル警報システムが エアバスと韓国のリグネックス1との間のパートナーシップの下で提供されている。クメデバックス -1P 韓国スリオンは2013年10月の時点で2つの南米諸国と他のアジアの国から提案の要請を受けていた。2010年代後半、フィリピン向けの輸出事業を推進してきたが、2018年12月、フィリピンは アメリカ製の UH-60 ブラックホークの導入を決定。同国向けの輸出事業は頓挫した。2014年12月13日、動力伝達装置を構成する部品約450点のうち、エアバスヘリコプター側との間で国産化すると、契約した部品はそのうち30%の134点で、さらにそのうち技術移転を受けて量産可能なレベルで、 開発されたものは約80点に過ぎないことおよびスリオンの開発完了後実際にスリオンに搭載された動力伝達装置がすべてエアバスヘリコプターの製品であることが確認された。監査員は1兆3000億ウォンが投入された国産化作業が事実上失敗したとみて調査に着手した。監査員は責任の所在によっては 技術移転ミリ口医薬金に1000万ユーロなどを含む制裁を検討している。これに関し動力伝達装置を担当した S&T10 工業は、もし監査員が会に医薬金を課す場合、エアバスヘリコプターを通じて、結局は我々が医薬金を支払わなければいけない構造であり、納得しがたいとした上で、動力伝達装置の開発に100億ウォンを投資したが、 一つの部品も納品できなかったとし、技術移転契約を履行しなかったエアバスヘリコプターの責任、初期契約段階からスリオンの国産化は不可能だったと主張した。これに対し、エアバスヘリコプターは、技術移転を含め契約を誠実に履行したと反論した。また、複雑な契約構造が問題を起こしたとの指摘もあり、監査員は、 複雑な納品構造が生じた原因に対する調査もしている。これについて s t 重工業は正常な契約なら我々が会に直接納品するべきと話した。国産化失敗による直接的な国府損失は5000億ウォンに上るとされる。なお、この s t 重工業は K-2000 社の変速機の開発に失敗したという過去がある。 2016年5月、運用中のスリオンに複数の欠陥が発生していることが判明した。欠陥は機体フレームに亀裂が入ることや、航空飛行時の低温環境に耐えられずに、ウィンドシールドに亀裂が入るというものであった。これは、前月会で運用中の試作3号機と4号機の修理の際に発覚したもので、以降陸軍に納入された50機を確認した結果に 似たような亀裂があることが確認された。また、防衛事業庁は、機体の左側にある運転時の振動を排除する、振動吸収剤を固定する、リベット周辺に微細な亀裂が入ったことを明らかにした。この欠陥は、初期試験の段階で確認されていたが、軍当局はこれまで公開していなかった。前述のアラスカの試験においては2013年2月7日に、 試作1号機のウィンドシールドに亀裂が発生していたが、運用維持の責任を負う会が独自調査を行った結果、小石など外部からの物体の衝撃により損傷が生じたものと結論付けて交換していた。これに対して、軍当局が亀裂は致命的な欠陥ではないと判断して軍への納入を継続させたため事故は続いた。その後も、量産十七号機。 量産2 8号機のウィンドシールドが、それぞれ2014年9月と2015年6月に、外部からの衝撃で完全に破損し、2016年1月にも、ミシガン州で、試作1号機の凍結試験を実施したところ再び、ウィンドシールドが破損した。これを受けて、亀裂が発生した機体については、応急措置として、フレームに補強材、 ウィンドシールドに強化フィルムを取り付けることとし、早ければ翌月にも新たにアブソーバー周辺を強化し、ウィンドシールドを機能改善品と交換するなどの改善を施す計画となった。しかし、軍はこの問題に関して、飛行安全に問題があると報告されない限り、飛行停止措置を下さない方針で、軍のある関係者は、 現在陸軍と義務司令部がスリオンを運用中なのに様々な欠陥が発生しており一部のパイロットは搭乗を回避する場合もあると述べた。業界関係者はスリオンのウィンドシールドに使用されているアクリル素材はガラス素材に比べ長時間運用できる反面損傷に弱点があるとし今回のウィンドシールドの損傷は外部の衝撃によるもので 自動車と同様に通常の運用中に発生する可能性があるものであって欠陥ではなく強度を高める改善活動を進めていると述べている。2016年9月、米国ミシガン州で2015年10月から2016年3月まで行われた101項目に及ぶ機体凍結試験において29項目が不合格であったにもかかわらず、防衛事業庁はこのことを国防部に 報告していなかった事実が国会の体制不質問の過程で明らかになった。同月、国防部と防衛事業長はスリオンを製作した韓国航空宇宙産業会に対しスリオンの第一戦軍部隊への納品を全面中断させる命令を下した。2017年1月16日、防衛事業長はスリオン14号機の検査中に メインローター作動機連結部分に7センチほどの亀裂が見つかったと発表した。2017年2月3日、防衛事業庁はすべてのスリオンの運行を全面中断させたと発表した。2017年7月16日、監査員はスリオンが飛行安全性を備えていないとする監査結果を発表し、欠陥があったことを知りながら戦力化を進めた疑いがあるとして、 防衛事業庁の長明陳町長に対する捜査を検察に要請した。2020年、韓国が保有している UH-60 ブラックホークを退役させてスリオンを導入する構想が浮上したが、スリオンの飛行可能時間はブラックホークの84%、飛行距離は83%という水準であり、搭乗兵力もブラックホークを下回る。 ブラックホークを退役させるには現状の保有台数を上回る数のスリオンを導入する必要が生じることから野党議員からはブラックホークを改良した方が効率的であるとする問題提起がなされた。これに対して国防部は産業波及効果はスリオン配備の方がブラックホーク性能改良よりも高いという結論を出している。出典 m i l i t a r y f a c t o r y c o m 初見性能。ありがとうございます。